データ見てもらいたいんですよ。これね、日本の生徒は15歳の時点で数学的リテラシーそして科学的リテラシーで OCD の加盟国の中で1位、読解力は2位と世界のこれトップレベルなんですよ。これ僕見てすごいなと思ったんですけど、日本の教育やっぱすごいじゃないって。工藤先生はどう見てますか？はい、このデータを。これえっ、ー、とまずあでしたね。このデータですけど、うん、まあ日本では NHK はじめでこうメディアでいろいろ報道されますけど。はい 世界でこれ報道されてる国ありますかねっていう。あの例えばドイツはですね。<laughs> はい あのか,まあ、かつてやっぱり日本と同じようにピサショックっていうのがあったんですよ。うん、これピサの結果今はいいですけど、うん、2003年とか2006年日本めち,ゃめちゃではないんですけど悪かった時があってそれで日本,、うん、日本ではピサショックっていって、うん、学力低下だとかゆとり教育はダメだっていう議論になっていったので全然、うん、同じようなことはドイツでも起こってます、うん、ちょちょうど学年年としてて日本でで言えば高校1年生の夏の夏子供たちを選んでやってますから、うん、あのこの結果にはあのそ,のその国の関心度と関わりなくです、ね、この子どもたちの実力が出てると思います。うん、ただもちろん例えば、まあ 移民が多い国、移民が多い国とか、そういうそれぞれの国の条件がありますから、はい、一概に比較できるするのもどうかなと思うこともありますけれども、うん、でもまあそういうあの出たかなと思います。おお、じゃあこれすごくないですかっていう。まあ、うん、まあこの力はそうですね。うん、で、別にこの力があの悪くないっていうかいいことはそれは望ましいわけですよね。うん、でもこれここだけに特化するっていうこの風潮が問題だってことですね。うんうん、例えばヨーロッパだったらほとんどあの。 家庭学習の時間っていうか宿題出ますよね、うん、ヨーロッパではほとんど宿題も出ないそれから学習塾も元々ないでしょ、えーうん、だから日本の子どもたちって中学まではめちゃくちゃ勉強するわけですよ。うん、で受験制度も全然違うし、うん、東京だったら小,小学校受験もあるし中学校受験があり、うん、高校受験があり大学受験があると。うん、で欧米だったらこの仕組みの一点でも多く取ったら大学入れるって仕組みってほとんどないですよね。うん、で韓国は元々は 高校受験も今ない、うん、韓国って中学受験もないし高校受験もなくて、まあ、地元の学校に行かなきゃいけないとでも大学受験があんなに過熱をしてる、うん、その韓国と、まあ、中国の一部と日本っていうのは、うん、この世界の中ではちょっと特殊な、うん、だからこのペーパーの学力っていうものを、うん、まあ受験制度に関係してるんだと思いますけどこのペーパーの学力ってものがものすごく重要視されるってことだと思います。事、うん、実はあの実際にに数学的リリテテララシシーーもも高いのに、うん 好きじゃない子が多い あのもう一つだけ言わせてください。もう一つだけ言わしてください。このえっ、ー、と OEC のピサ調査で、つまり高校1年生の段階、15歳の段階で、うん、日本の女性はですね、レベル4以上っていうえっ、ー、とかなり国際的な水準から言って、あの数学的リテラシーや科学的リテラシーができる子が4割もいるんですよ。4割ですよ。うん、それが高校2年生になって分離選択することになったときに、えー、日本の女性でですね、普通科の理系を選ぶ生徒の割合は16パーセント。 でさらにそれは理学部工学部農学部まで行くってことになるともう同世代のわずか数パーセントまで減ってしまうのでだからやっぱりこの,このデータであのよかったよかったっていうんじゃなくてあの今おっしゃっていただいたようにそ,のそれだけの力をやっぱり自分のものにしてるかどうか。で 好きではないけどできるっていう状態からやっぱりこれ必要だとか好きだっていう方向に持っていけるかどうかっていうのがまあやっぱり大事だと思うんですよね。あ,あ、そういうこと、まあそうか。でもこの数値が高いっていうのは別に悪いことじゃないです。悪いことじゃないです。悪いことじゃないんだということがあって、工藤先生これなんか意識調査みたいなのもあるんですよね。これは4年前の調査ですね。あの日本財団が18世意識調査といって高校3年生、うん、17歳から19歳の若者たちを 対象に調査をした、まあ世界9カ国の意識調査ですね。はい、でこの4年前のこの調査ってあまりにもショッキングで、うんえー、高校3年生がこう自分を大人だと思うっていうのがもう世界でダントツに低いってことですね。これ29%、3割ぐらい,ないってことですね。そうですね。で、うん、韓国の教育って日本と結構似てるんですけど、はい、韓国も低いですよね。うん、で、半分か。で あの他の国々例えばインドインドネシア、えー、ベトナム中国イギリスアメリカドイツとどこと比べてもダントツ低いと。で2つ目の調査は「えー、自分は責任がある社会の一員だと思いますか?うんうん」十18歳の若者に「責任がある社会の一員だ,だと思いますか?」って答えあの聞いて。 しかいないなとですねで自分4つ目なんていうのは自分で国や社会を変えられると思いますかって質問に対しては18.3、ねはい。大体中学卒業してとか高校卒業して将来政治家になりたいとかですね、うん、そういう子供がほとんど出ない国ですよね今。これこの30年でひどくなったと思うんですよ。うん え次だってそうです、ね、最後の2つだって自分の国に課題がありますからそれ議論してますかって、うん、これから見る姿っていうのは日本の若者たちがめちゃくちゃ幼いってことですね、うん、幼いっていうかまあさっきの言葉で言ったら当事者性がない人事である、うんうん、でこの社会はどうせ政治家がこうだからってまあ諦めちゃうのってみたいな感じの自分のことでいいんじゃないのってみたいなそういった若者たちの姿が見えるわけですね。これね今工藤選手 先生が説明してくれた通りだと思うんですけどなんか僕はまたちょっと違った極した考え方かもしれないですけど大人が出せんだろうなと思いますね,そうですね 大人がクソだせえから <laughs> あの国や社会は自分で変えられないと思ってたりとか自分はもう大人がださいから大人になりたくないと思ってる、うん、大人がかっこよければ大人になりたいって思う年齢って早まると思うんだけど、うん、やっぱり大人がかっこ悪いんだろうな、うん、日本って。まあ、このの大人の姿でですすよね <laughs>、うん、それどうですか ごめんなさい全くおっしゃる通りでねあのいやよくその偉い大学の先生とか経営者の方が最近おと最近の若者大人しいんだよなとかって言ったりされるんですよ私それすごく違和感があって今まさに加藤さんがおっしゃったようにそれはねって子供から相手にされてないんですよ若者から相手にされてないないんですよとあいつら脱性大人に何話してもダメだと思ってるからですよねもう諦めてるんですよね多分今の子供たちが一番知りたいのは失われた30年の責任は誰 にあるんでですすか、うん、だと思うんですよあんよあな30年前40年前あんなに輝いてた日本を、うん、<laughs> こんなにして気づいてみたら僕たちそれを引き取らなきゃいけないんだけど、うん、この30年間何があったんですかって、うん、私が子どもだ,だったら聞きますし、うんうん、だけど。 誰と一人で聞かないということは、今おっしゃったように、あんなダセ大人に話したってダメだよねと、だからまずはやっぱり我々がやっぱりそのことを子どもたちに聞かれるようにダサくない生き方をしなきゃいけないって加藤、うんうん、さんのおっしゃる通りだと思います。うん、そこをかそこも変えなきゃいけないでしょ。<laughs> そう、そ,うそ,そこすごい大きなところですよね。そうそうそ子どもたちよりもっとなんか頑張れとかっていうのって簡単なんだけど、子どもって大人見てるから、そこはもうまあ。<laughs> 距離を置かかれてるというか子供にこれまずいなこういうことか教えたらしっかり勉強はできるんだけれどこれ社会に対してなんか信頼とか大人に対しての信頼とか大人に対しての憧れとかが全くないっていうのがこのデータで分かるってことですね大人がダサいっていうのもさっきまあそう話があったんですけど実は子供たちに権限が何もないんですよこう言われたことしかやらないで真面目にやってなさいって子供って。 あの、自己決定しない子供って、人の、人のせいにするんですね。うんうん、実は、甘やかして育てるのも、めちゃくちゃ厳しく育てるのも。えー、実は同じだったりするんですよ。なるほど。まあ、なんでかというと、自己決定させてないから。うんうん、で、厳しくし、あの、叱って育てる方は、もっとたちが悪かったりするわけですね。うんうん、あの、自己決定の機会を奪うので、で、自己決定の機会を奪われた子供っていうのは。結局挑戦しなくなるんですよ。うん、言われたことをきちんとやるだけなので。 えとリスクをいいたくないんですね例えば日本の子どもたちがあのなんかあのすごい立派な人が公園に来てで子どもたちにこう話をするわけですよ。誰誰か質問あるってと誰も手を挙げないんですね大人の社会もそうですよね。公演か何かやって誰か質問ありますかって手をなかなかあげないと。つまりリスクを負いたくないんですよ。でリスクを負いたくないってい子どもとそれから、えー、とできることしかやらない言われたことしかやらない。 でこれをずーっと学学校校で小学校時代からずーっと繰り返してるんですねうん、うん、でそうなったら子供ってあの大人と一緒になっちゃうんですよそのうち、うん、大人のリスクを負わないっていう姿とそっくりになっていくるんですねうん、うん、わずか小学校の高学年ぐらいっていうか十何歳ぐらいでもみんなそうなってくるとうん、うん、赤,赤ちゃんで生まれた時は全員が主体的な生き物で、うん、えっと何でも自分でやりたがる、うん、靴も履きたいって言ったら右と左がひっくり返っても自分で履きたいし、うん えっとおむつしてても自分でズボンが履きたくて履けなくて履けなくてこう泣いたりすると。うん、何でも自分でやりたいっていう子供があのそうやって生まれてくるのに、えー、乳幼児教育から初等教育なんかを受けているとわずか十歳か十まあ十二歳ぐらいになった子供を前にしてお母さんがこう言うんですよ。うん、いやうちの子ね勉強の仕方が分かんないんですよって先生教えてあげてくださいっていやうちの子ねって言われたことしかできないんです。えー、だからまあ無理やり残してやってくれませんかって。 言われないとできないから「んか宿題出してくださいよ」ってみたいにたった十何年間でもう生まれた時の主体性を失っていくつまり自己決定できなくなっていくわけですね。で自己決定できないっていうのは自己肯定感がすごく低いんですよ。いいいつも人のせにしてて生きく勉強が分かんなければ先生の教え方が悪いって文句言うしクラスがうまくいかないって言えば担任が外れだって言うし。 みたいな子供たちをずっと育ててるのが日本の教育だっていう,う,うわすごいなんか聞いててなんか鏡だなと思いましたね子供って、うん、親がそうだからそうなるんでしょう、うん、結局、うん、親が家帰ってきて、うん、会社の文句言ってる上司の文句言ってる、うん、テレビ見て <laughs> なんだこれって文句言ってるで政治の話したら <laughs> ダメだよこれ日本はって言ってるじゃあお前何もしてねえじゃねえかよっていう <laughs> 結果が子供にも現れてるっていうことじゃないですか <laughs> 小野さんどうですか、ま、僕の鏡に思って今言ってることいや全くおっしゃる通りでだから大人のそういう姿を見て、えー、る子供はですねなんで俺がリスクを負わなきゃいけないんだよって思うと思うんですよみんな大人がリスクから避けているのに関わらずそれで本来学校っていうのはですね大人も子供も休んじて失敗できるところなんですよ、うん、失敗できる はずででであるるべきなんすすよもう人生自体そうですよ、ね、おっしゃる通りだけど要するに今の多くの大人は子供に対してはいいかと世の中厳しいんだからなと、えー、勉強っていうのはなとあお前の好きなんかどうでもいいんだと好きを諦めさせて嫌いを強いてですねで総得点を上げる修行だと、うんえー、いうふうに、まあ、言ってるわけですよね。うん デジタル化をはじめとしてそのサプライサイドからデマンドサイドにあらゆる社会サービスの軸足が移るその社会において大事なのはですねその年齢とか性別とか背景とか関係なくですね、うん、この人が言ってること面白いなって思うその 感性だと思うんですよでこの感性が、うん、世の中を大きく彩り変えたり大きな価値を生み出したりすると思うんですけど大人もこうやって面白がってるよとこうこう面白がってもいいし挑戦してもいいしと、うん、いうようにやっぱ言っていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますいや本当そう思うななん,かあなんか考えさせられますよ大人として一応、えー、教科書いりますかそうなると。いやそれは教科書の意味ってどこにありますかそれであの今工藤先生がおっっしゃったやり方は、うん 横浜葬儀のやり方はあのこれはあの、えー、と文部科学省とあのキャッチボールしながら今の学習指導要領に合致しているということで、うん、今そうやっておやりいただいてるんですよね。で、えー、とまあ3年後ぐらいだと思いますけど学習指導要領また全面改定の時期を迎えます。 でちょうど今文部科学省の方であの有識者集めて議論してるんですけどその中で先ほども名前を挙げさせていただいたあの京都大学の石井輝正先生なんかはですね指導要領をまあよりです、ね、シンプルにしていこうじゃないかとつまり、えー、山はここだよと登るべき山はここなんだけども山の登り方はいくつかあるよねと。うん それをこのルートじゃなきゃダメだとかあこうでなきゃダメだということよりもシンプルにしていって今工藤先生がおっしゃったようなそういう取り組みが、えー、何と言ったらいいでしょうかね例外的な特例的な措置じゃなくて当たり前だよねという方向に持っていこうと。 いう議論も、今、あの、文部科学省の中でやってますから、うん、これはしっかり進めていきたいと思います。うん、その意味において、やっぱり入試も変えていく必要があって。で。で。やっぱり、これ、今まではできなかったんですけど。うん